で、明治ギルドに、はい、アジラ君のところにね、はい、持ってきたよーと向かっているところですね。 What Khajiit do for you? はい、で、おお、これいいもん使ってんな、アジラとか言いながら持ってきたよー。はい、ここにあります。うん、みんな素敵なサンプルね。さあ、アジラレポート書き上げて、明治ギルドのジャーニマンって読むんですよね、これね。はい。になるの。ジャーニーマンか。旅人？アジラお礼に、あなたのためにポーション作ったよ。アジラまだすごいアルケミストじゃないけど、これ役に立つと思うの、つってね。うん、4つの、リストアヘルスもらいました。はい、金じゃねえのかよとか言いながら。はい、で、まあ、さらに仕事があるということで、はい、アジラ競争してると。で、ガルベディラっていうんですかね。ガル、まあガ、まあ、ガルオバハン。ガルオバハンより先にっていうことで、オバハンも、ね、旅人を目指してるということで。はい。で、なんかよくわかんないですけど、この、まあ、フェイクソウルジェムっていうのを渡せと。はい、でアジラがこう作ったこの偽物のソウルジェムを持って、その上の階のね、あのガルバーさんの机にしまってこいと。この足の引っ張り合いをしてるんですね、こいつらが。でそれに加担しろという、これなんか仕事としてね、このギルドの、まあ、まだオフィシャルじゃないのかもしれないですけど。下っ端もいいとこだろうと思いながら。この悪どい先輩のね、昇進のためにちょっとお前ちょっと仕込んでこいと、偽物を。うん、どうやらこのガルバーさんがですね、そのソウルジェムに関するなんか研究をしてるから、で偽物を仕込んどいて、でそれで研究すると間違ったねレポートが出来上がるから、ヒヒヒみたいな、どうやらそういうことらしいんですけど、最初ちょっとよく分かってなかったですけど。でね、これがねすごい苦労するんですよね、また。What is this about? で、なんとかと話しに来るっていうことで、そのババアがね、今下に来てる、こいつなんですよね、この上でね、あのスクロール打てたやつなんですけど、はい、でこいつが上に戻る前に仕込めと、偽物をという指令で、もう慌てて上に行くんですけども、はい、ここですね、これで、ここに、え、どうやって置けばいいんだということで、まずそれがどこだっつってね、ああそこにあるんですけど見えてませんね。全然見えてないね。あれ、そのフェイクなんとかねえじゃんとか言いながらちょっとね。はい。で、あーあったあったって言いながら、これを、で、どうすればいいんだと。つって、あ、なるほどと。これ今アイコンがね変わったんで、あ、これでいいんじゃねえかっつって。はい。で、まあいい加減地図は消して、オッケーオッケー、ヒヒヒとか言いながら、まあ、戻るんですけど。From where do you hail, friend? 危ねえ危ねえと。おら、来たんだとか言いながら。もう口笛吹きながらね、あの通りすがるわけですけど。で、後でね、そう、こいつからそのキメラの翼をね、買わなきゃいけないなとか言いながら。はい、で、こうトレーニングでね、あのアルケミーをトレーニング。まあ、してくれるそうなんで、これ後でお金貯まったらね、
ぜひちょっと結構つけてもらおうと言いつつ、金がまだ203しかないので諦めて、はい、下に向かうと。ヤジラ置いてきたよって言うんですが、でしまってきたっつってんじゃんみたいな、もうなんかまだフラグが立ってないと、でってなってどうしたらいいんだとなっちゃうわけです。であれまだ置いてなかったのかなと思って、一応持ち物をまたチェックするんですけど、一応なくなってはいるので、まあ、どっかには置いたことにはなってるんですけど、それがただそのアジラくんが言う場所ではないと。で机にしまってきてほしいって言うんですよね、うん、でもう一回戻ってくるんですけど、ありますね、下に落ちてますね。そうなんで、こう机の上じゃなくてこれ下に落ちてるやんけっつって、でこれでね、このババアがいる目の前でこれ取っていいのかということで、やっべえなーとなっちゃいます。ここでで確かスニークのスキルがコントロールをしながらスニークできんじゃなかったかみたいな話をしてたような気がするんですが、あでここでね一応なんかね一応セーブするかっつって、で00前回4までだったんですけど、こう5と6が増えてるの、これは、その諸神様とね、いろいろあのやり取りしてる段階でね、もしかしたらちょっとおかしくなっちゃう可能性があるということで、一応新規ファイルをいっぱい作っちゃってたんで、で、ここで007、007だっつって、で、ここからスニーキングだっつって、絶対無理だろうとか言いながら、一応でもこのコントロールをしながらのこのスニーク、はい、これ左下のねアイコン出てる間は見つかってないんですけど、消えたらどうやら見つかってるようでして、もう全然無理じゃんとかなんかめっちゃこの鼻歌歌われるっていうこの屈辱を Please, I'm listening. 、はい、で、これでどうしたんだっけな、とりあえずあっちに、そっちの扉ね、この右側にある扉に向かいたいっつって。I thought I heard something. 全然行けないんだよな、これで、これが。なんか無理っくり抜けたような気がしますけど。で、この、あっち向いてる最中に撮ったらバレないんじゃないかみたいな。この行った途端なんかがっちりもこっち見始めちゃって、まあ、ダメだっつってでこれでやっと抜け入れたのかな、ここ違ったかな、まだ抜けない。 I thought I heard something. あでこれでこうねちょっと無理くり抜けたんで、一回外出るかっつって外出て、はい、で中に戻って、後ろ見てる間にサクッと取ったらいいんじゃねえかっつってんですけど、今もうねコントロール押してんのに全然もうスニークのあのアイコンが出なくて話しかけられとるやんけとか言うの。でもエイヤでもう取っちゃいます。でまあ多分この人の持ち物じゃないっていう判定なのか分かんないですけども、特に怒られずでもどうしたらいいんだみたいな、このクエストみたいな。でもう一回アジラにちょっと行く感じですね、これね。アジラ失敗しちゃったよどうするっつって、でも許してくれないアジラみたいないいから置いてこいとはい、でちょっとねややしばらくねこの押し問答が続きます、これすいません。あ、一応ここで前回まで休んで大丈夫かっつって、一応ねさすがにギルドの中ではアサシンは来なかったっつって、まあ、たまたま来なかっただけかもしれないですけど、まあ、あよかったとか言いながら、はい、一
応これでマジか、マジ力全開です。はい、でどうしたらいいんだっつって、どうまずどうしたんだっけな。でここでちょっといろいろこのウィンドウが邪魔なので、一回こう寄せてでこれをこれでいいんじゃねえのかよとか言いながらペッとこう置くんですよね。でもなんか机の上っていう判定じゃないんだよな、これかな。でまあ下に落ちてないからいいかっつって、でまあ多分これが本物のね、そのソウルジェムなんですけど、だからそれの中に一個に偽物仕込んどいて、そのちょっと混乱させるみたいな、そういう作戦なんでしょうけど、でこれでまあいいんじゃねっつってまたアジラのとこ行くんですが、まあダメだよねっていう。ちょっとね、操作的なちょっとことになってきちゃって、わわわどうしたらいいんだみたいな。一応ね、あのジャーナルの方でも、確認するんですけれども、邪魔をしたいと。はい、で、またねここに戻ってきたわけですけども、でもここに並べておくしかねえんじゃねえかみたいなことをなんか言ってたような気がするんですけど、でも石ないよなーつっていろいろ探すんですけど、どこ行ったんだろうつってね。さすがにあの石がなくなっちゃったらこれこのクエスト自体は詰むだろうとか言いながらでね、ちょっと探すんですけども、どうもないなーつって、いやーでもちょっとロードとかしたくないしなーと、そういうことでね、まあバグっちゃったんだったら仕方ないですけど、あんまロードとかしたくないなーっつって、へって見たらこうあるやんみたいな。はい、全然見られてるやんしかもみたいな。こっち見んなとか言いながら、はい、で、そのお皿の上にね乗っけるんじゃねえかというような感じで言ってた気がするんだ。違うか、その引き出しか、引き出しに入れたらいいんじゃねえかと、中に入れるみたいなことだったからっつって、でここでね多分スペースを押したんですよね。でこれね後で気づくんですけど、これ本物をね机の中に一個だけしまってたこのバーバディスクの中から取っちゃうんですけど、これをねもうなんか勘違いして、あの偽物を、自分の偽物持って偽物だと思っちゃってて、でこれをここにこう置いたらどうだっつったらね、その中にあった本物がその引き出しの隙間にはまっちゃったっていう。でもこの時点で俺は自分が持ってる偽物をそこにはめたと思ってるんですよ、わけ分かってなくて。その机でスペースバーを押して、その机の引き出しの中を見ていると思ってなかったんですね、この時になぜか。で、あれあるじゃんっつって、もうわけわかんなくなってんですよね、これで。で、まあまあ、ここでじゃあ、ここを押しすればいいんじゃねえかと。これも引き出しにはめときゃいいんじゃねえかっつって。で、もう一回アジラに、一応ね、これでフラグ立ったかどうか確認しに行くんですけど、まだですよと。いよいよ困りましてね、これ。意味がわからんと。でこれがクソクソクソじゃなくなってるっていうね。もうあの諸神様がね、あの、一応なんか翻訳、あのね、セリフ付きのコメントのモットをちょっとだいぶまた訳を変えてもらった。あ、でここ、この布の裏に入っちゃったっていう。この布の穴からこの奥覗けるやんとか言いながら、こんなとこ入れるんだっつって、もうその後二度と入れなかったんですけど。まあたまに相手はまっちゃうこともあり得るから、ちょっとね
ぱりセーブはねちょっとこまめにしなきゃダメだなっつって、でここでね、あれとおかしいと、あ俺さっき本物取っちゃってたんだとまあだけどすぐ返したからまあ事なきを得たのかなとか言いながら、はい、でこれをでもう一回こうやって置くんですけど、あれやっぱり下だと、おかしいと。でそのアイコンの下にね、バーがついちゃってる時はそれはもうだから地面に置くっていうことなのかなと、はい。でじゃあまあこの辺にねこの偽物を本物の間にこう落としたらどうだっつって、またこれでもちょっとねアイコンが変になっちゃったので下に落ちちゃったんですけど、この辺にサクッとこうねうまいことそうそう皿のあたりに置いとけどうだと、ここじゃちょっと端っこすぎるなっつって、でもうちょっともうこの本物のもっと近いところに、はい、置きたいっつって、でこの辺にこのアイコンがねその普通の矢印になるところで押しそこピッと、はいこれで完璧だろうっつって、でもう一回アジラのとこ行くんですけど、ダメなんですねまだ嘘だろとか言いながら、わかんねえわこれと。で、あ、でね、この子もアルケミーをね教えてくれるんだっつって、後でお金貯まったらアルケミストの訓練をね、後でしてもらおうと言いつつ、でこれもう一回おばちゃんがねもう上の階に行っちまった時点でこのクエストはもうダメなんじゃねえかというふうに思い、で俺も、まあ、別にでもこのアジラのお仕事一個こなしたからもうあれじゃねえかと、ランク上がるんじゃねえかっつって、もうこの半ばもうこのクエストをもうねもう放置に放置だなみたいな感じにはなってます。はい、でねこの辺の中物をこれもギルドのメンバーはもらっていいんだろうかみたいな、なんかねこのギルドの中の宝箱の中身は持ってっても大丈夫だみたいなコメントがねあったので、で果たしてこれはどうなんだとか言いながら、さすがにこれアジラのもんだろうとか言って、あでこのね本を、読むんですけど、これ 4柱でいいのかね、はい、ね、いると。で、このなんか、災いのね、四天王みたいな、いうことで、4人いるんだと。はい。で、そいつらのそれぞれの特徴というかね、どういう奴らなのかっていう、まあ、4魔王のね、説明が書いてるんですけども。うん。トリビュナルの訓練に反逆したと。あ、じゃあ、トリビューナル。で、これなんかあれですよね。DLC の名前だった気がするんですけど、トリビュナルの、訓戒に反逆したと。で、まあ、グレートハウス内に大きな、同胞同士の争いと混乱をね、内乱をもたらしたっていうことですね。この命を吹き込まれた肥やしっていう。ね。肥やしから生まれて肥やし太郎みたいなことになってるんですけど、こいつがなんかそのダンマのその肉体的な弱さを試す神っていう、ちょっとよくわかんない神様なんですけど、はい。だと、はい、でもう一人四天王のうち二人目がなんとかバル、はい、でこれはこの血筋をこうなんかね血統を絶やすっていうものらしくてですね、うん、ビベックの民の慣れの果てっていうどういうことなんだと思いながら、あと狂気の王ですね。このダンマーの精神的な弱さを、至るところにて試す。はい。まあこうダンマーのこの信仰の対象なんでしょうね。この災いの四天王はね。うん、まあダークエルフですからね、言うて。うん。だから本当に、まあ同じエルフだからまだ見かけたら殺すみたいなことになってないかもしれないですけど、まあだいぶ邪険にされてますけど。まあでも言ったらその本当にね、そのダークエルフたちの本拠地に俺は今いるわけですからね。基本的にも暗黒ダークサイドですね、ここ。ね、モロウィンドウは。で、あと破壊の神ということでね。はい。
で、なんか、神様3人じゃねえのかよとか言いながら、まあ、これは普通のいい方の神様じゃなくて悪い方の神様で、そいつら4人いるよという、4つの頂点があるよと。はい。で、あと注釈がね、あるんですけど、ここではなんか、なんか四天王って書いてるけど、まあ、災いのその、ハウスが4つあるんだよと、はい、いうことと、あとこの赤ビル。まあ、なんかね、赤ビラって読んじゃうんですけど。これが非常に日本的な、ね、イメージの場所らしいんですけども。で、まあ、そのことについてちょっと書いてて、そこに住む民は、タサックとかいう種族になったと。はい。ということで、またね、菅原由香さんの翻訳でした、みたいな。一応ね、ここで昇進、できんのみたいな。で、なりました。俺まだそれになってなかったのかと、このアプレンティスっていう、ちょっと発音がよくわかりませんけども、はい。まあ、見習いに、まあ、正式になったと。でこのジャーニーマンになるには、もっと仕事を満たせと、見習いに出す仕事はねえぜと、はい、いうことを言われちゃいます。What is this about? で結局だからじゃあもうアジラのあの仕事をね卑劣なこの工作を達成しないとこれ明治ギルドのお仕事もらえないやんけと。でまあ、やべえなやべえなって言いながら、ちょっとそこじゃなかったらしいので、もう一回ちょっと回収するんですけど、これですね。はい。フェイク、ソウルジェム。これ回収して、で、さあ困ったと。どうしたらいいんだ、つって。で、まあ、この辺でね、ちょっといろいろまた冷静になって、ちょっと調べ始めるんですけども、その机からはみ出してるそのジェムが気になってしょうがないっていう感じなんですけど、はい。でここで、あ、机でインタラクションして、でこれをこうかみたいな、なるほどみたいな、これだろうということで、またアジラのとこ行って、はい、これで、やっと、でこれで好感度がなんと78まで上がるんですけどはい、でお礼はね、割と危ない橋を渡ったんですけど、と何もくれずみたいな。で今度お花だと